どうもシャロンです。というわけでね、今回なんですけれども、ポケモンダイレクトでね、発表されましたポケモントレーディングカードポケット PTCGP というね、新たなスマホで遊べるポケカのアプリ、これやばいですね。今までもね、 PTCGL っていうね、まあスマホとかでもできるねポケカのアプリありましたけど、海外のみでねできるやつで、日本でもやる方法あるんですけど、環境がね日本と全然違ったりとか、導入するのにね結構ね手間があったりとかして、まああんまりねやってる人も多くはなかったんですけど、これはマジ激アツですね。日本語版も出るということで、めちゃくちゃ流行るんじゃないでしょうかということなんですが、今回はですね、まあこちらがまあどういうゲーム、どういうアプリなのかっていうところと、まあ従来のポケカとの違いみたいなところだったりとかを、まあしっかりとね考察解説しつつ、これねもうね PV とかカードの剣面とか、もうシャロンチャンネルね見てね考察しすぎて、まだね全く発表されてないはずのルールがね、だいたい分かったような気がするんで、全然違う可能性はあるんですけど、いやもうこれやろみたいなのがね、もうちょっとね頭の中にあるんで、そういうのを含めてね考察していきたいと思いますんで、ぜひね最後まで見ていってください。はい。で、まずね、こちらのね、PTCGP。まあ、どういうゲームかっていうと、ポケカとはね、基本的な遊び方は一緒だけど、ところどころ違います。まあ、例えばね、ベンチが3匹までしかなかったりとかね、サイドがなかったりとかね、まあ、そういうような違いが見たところありますね。まあ、なんでね、ベースはポケカなんですけど、まあ、ライト版のまたちょっと別のゲームっていうような印象です。遊戯王のね、デュエルリンクスっていうね、アプリがね、昔出て、今もあるんですけど、あれもね、なんか遊戯王の本来のゲームとは、まあ、ちょろちょろね、違うっていう感じのライト版のね遊戯王みたいな感じで、なんでこれはもう完全にねポケカリンクスなんじゃないかなっていうような印象ですね。でね、これねコレクションをね押してるようなアプリにはなってるんですけど、トレード機能もあるし、対戦機能もねあるみたいなんで、ちゃんとねそのランクマッチとかね、ランクバトルみたいなのがあるかはちょっとまだわからないですが、しっかりとね対戦要素もねあるというところなんで、めちゃくちゃね楽しめそうなゲームだなと思っております。それじゃあね、早速ね、カードの剣面を見て、ポケカとのね、今のみんながやってるポケカとの違いっていうのを見ていきたいと思います。はい、これが剣面ですね。まあ、一見ね、普通のポケカと全然変わんないんですけど、違うところ見ていきましょうか。まずですね、左下に、まあ、見慣れない謎のね、騎士型のマークがありますよね。これはね、レアリティマークですね、見たところ。多分、この騎士型1個のやつがコモン。で、2個のやつがアンコモン。で、3個のやつがレア。で、4個のやつがダブレア。に当たるレアリティになってるんじゃないかなと思います。で、これのね1個上のランク、星っていうのがあって、星1が、まあ、このフルアートのレア、まあ、今のポケカで言うと AR とかに該当するようなレアリティですかね。で、星2個、まあ、これが多分ね SR に当たるやつですね。フルアートになった EX のレアリティって感じで、さらにね多分最後の一番上のねレアリティとして星3があります。これはね PV とかでもね話してたんですけど、実際にこう画面 3D でね入り込めるようなアプリならではのレアリティになってるみたいで、まあ、この星3がね多分一番レアなんじゃないかなと思います。で、次の違い、弱点の計算ですね。ポケカって弱点の計算、今はね、×2 とかになってて、悪タイプのね、リザード EX にね、草タイプの技ぶち込んだら2倍になるっていうようなね、感じだと思うんですけど、これね、プラス20になってますね。さすがに2倍はね、ぶっちゃけやりすぎだろうって昔から思ってたんですけど、まあ、太古のね、昔のポケモンはね、これプラス20とかプラス30とかのね、時期もあったみたいなんで、まあ、そういう感じですかね。うん、これ結構良さそうですよね。2倍とかだともう相性さやばかったりするから、まあ、これぐらいだったらギリまくれるかみたいなところありますしね。で、もう一個ね、剣面から読み取れるね、重要なことがあります。それがこちらですね。ポケモン EX のところにある EX ルール。ここにね、なんと書いてあるのが、このポケモン EX が傷ついた時、相手は2ポイント取る。ということで、サイドを2枚取るじゃなくて、2ポイントになってるわけですね。というわけで、このポケカはですね、サイドがなくて、ポイント制のルールとなっています。ここでね、対戦画面の方を見ていきましょう。対戦画面の方を見るとですね、こんな感じでね、ポイントのね、欄がありますね。なんでこれがね、多分3つ溜まってたら勝ちっていう感じなんでしょうね。なんでね、実際にはサイド3枚のポケカっていうような感じだと思います。ただね、実際のポケカと違って、相手倒したらねサイド取ってね手札増えるっていうところがあるんですけど、それがなさそうなんで、まあ、ちょっと攻めていってね手札がね減っていった場合、手札をねサイド取って回復みたいな、まあ、従来のポケカみたいな戦略ができない可能性があるんで、そこは重要かもしれません。そしてですね、次にルールの考察なんですけれども、まあ、さっき話したようにね、サイドがない3ポイント制のルールだと思いますが、それ以外にも従来のポケカとだいぶ違うポイントがあります。ここ
からはですね、かなり憶測になる部分があるんですけど、まあ、結構もうこうだろって確信を持ってるポイントがありまして、この対戦画面見てほしいんですけど、手札がね、めちゃくちゃいっぱいあるのに、エネルギーのカードがね、1枚もね、ないんですよ。お互いにね、エネルギーのカード1枚もないし、これは、まあ、ほぼ間違いなく、デッキにエネルギーが入ってないと思います。つまりね、どういうことかっていうと、このポケモンのカードは、多分エネルギーが別のデッキになっていて、エネルギーを張るためのゾーンがあるということになってます。まあ、何を言ってるかよくわからないと思うんですけれども、まあ、このね、サーナイトのカードを見てください。このカードはね、特性でエネルギーゾーンからエネルギーを加速するという能力を持ってるんですね。で、まあ従来のポケカはエネルギーゾーンなんてものは存在しないわけなんですけれども、この PTCGP にはエネルギーゾーンというものがあることがこの文章からはわかります。で、これはね、どういうことかっていうと、多分ですね、まずエネルギーデッキっていうものを自分で作りますと。どのエネルギーを入れるかどうかっていうのを決めたエネルギーデッキっていうのがあって、で、ターンの初めにエネルギーデッキからエネルギーゾーンにカードが1枚補充されます。で、プレイヤーはそのエネルギーゾーンから一旦に1回ポケモンにエネルギーを手張りできる権利があるというようなね、エネルギーのシステムになってるんじゃないかなと今回シャロンチャンネル予想しました。このね、対戦画面にも画面のね、右の方にね、エネルギーゾーンと思われるところがありまして、まあ、この映像だとね、手前側がね、雷のエネルギーがエネルギーゾーンにあって、対戦相手は超エネルギーがエネルギーゾーンにあるというような状況なんじゃないかなと思いますね。で、もっと言うと、ただエネルギーゾーンにエネルギーデッキからカードが送られて毎ターン1枚手張りするだったら、エネルギーゾーンにエネルギーって残らないじゃないですか。なのにこのサーナイトはエネルギーゾーンからエネルギーを加速する特性を持ってるっていうことは、これね、多分ね、エネルギーがついてるポケモンが倒されたら、そのエネルギーが多分エネルギーゾーンに行きますね。これも間違いないと思います。もう多分ポケモンが倒されたら、そのエネルギーがエネルギーゾーンに行って、で、そのエネルギーゾーンからこのサーナイトの特性だったりとか、このタケシのねカードを使ったりとかして、エネルギーを加速していくっていうようなギミックがあると思います。これはもうカードの剣面からね、そう読み取れるんじゃないかなと思っておりますね。で、まあ以上のことから、エネルギーデッキは単色でね、組むことになるのかなーなんて思ってたんですけど、カード一覧見てるとね、ミニ竜のカードが混色のね、技を持ってるんですよ。ということは、全然混色でもデッキ組めるっていうことにね、必然的になるんで、結論ですね。自分で好きな色のエネルギーデッキを構築することができる。上限10枚でエネルギーデッキを構築します。で、ターンの初めに、エネルギーデッキからランダムに1枚エネルギーゾーンにエネルギーが加速されます。プレイヤーはエネルギーゾーンから1ターンに1度エネルギーを加速することができます。これがね、もうこのね、PTCGP のね、基本的なルールだと思いますよ。これも完全に。もう完全に分かっちゃいました、これは。でですね、エネルギーがデッキに含まれてない以上、デッキの枚数とかってどうなるのかっていうところなんですけど、多分、デッキの枚数20枚なんじゃないかなと思います。エネルギーないのに30枚はちょっと多すぎる気がするんだよな。だから、多分デッキ20枚で同盟カード2枚までだと思いますね、構築は。なんか昔は30枚でサイド3枚のハーフデッキみたいなポケカのルールあったらしいんですけど、それはエネルギーも含めての30枚だったんで、まあ、今回エネルギーなしで30枚になるってなるとね、デッキ多すぎると思うんで、多分ね、20枚だと思うなぁ。で、サポートカードはね、まだこのね、タケシしかね、出てないんだけど、まあ、2枚ドローのマサキとかね、まあ、そういうのは出てもおかしくないんじゃないかなと思いますね。PV でもね、グッズっぽいものはね、映ってるんですけど、これはちょっとね、何なのかまではわからなかったんで、まあ、実際どんなグッズが出るのかとかね、どんなサポートが出るのかとか、楽しみですけど、こんなルールになるんじゃないかなと思います。で、次にね、カードの考察ですね。以上のことを踏まえて、今発表されてるカードでどういうのが強いのかっていうね、話なんですけど、個人的にね、強いなと思ったカードをいくつか紹介していきます。まず一つ目がピカチュウ EX、まあ、こいつはね、目玉になってるだけあってね、めちゃくちゃ強いと思いますね。まず、まあ、このポケモンってベンチのポケモンかける30ダメージなんだけど、まあ、3体出せばとりあえず2エネで90ダメージで、2エネってなると先行2ターン目から攻撃することを狙っていける技になってるわけなんですけど、種ポケモンがね、まあ、さすがに HP ほとんどがね、90だとね、倒せちゃうんですよね。もちろん倒れないね、ラッキーとか、ガルーラとか、カビゴンみたいなカードも出てますけど、にしてもね、大体の進化をね、していくポケモンは、90で倒せちゃうし、ベンチにね、3体並べることってそんな大変じゃなさそうに思えるから、ピカチュウはこれもう先行2ターン目からね、90ダメージで殴ってたらめちゃくちゃ強いなと思いましたね。で、次、ファイア EX。
こいつもね、さすがに強い。まず、こいつは多分、最初手張り3回で育てて、下の技で70ダメージで攻撃していく。で、まあ、この時点だとそんな強くないんだけど、そのファイヤーが倒された後、そのついてたね、3枚のエネルギーがエネルギーゾーンに行くんですよ。で、そしたら2体目のファイヤーが上の技を使って、自身にやられた分のね、エネルギーを加速して、次のターンからまたすぐにね、下の技で70ダメージ与えていくっていうような、まあ、不死鳥みたいなね、動きができると思うので、まあ、このファイヤーも結構強いんじゃないかなと思います。で、次にね、このシャワーズ。こいつ多分ね、めちゃくちゃ強い。1進化で HP が120っていう、まあ、かなり高い水準にあって、2進化のサーナイトとかね、HP 110しかないのに、1進化のシャワーズなのに HP がね、120あるっていう。で、技もこれめちゃくちゃ強くて、3エネで60ダメージ与えて30回復する。30回復がね、このね、打点ラインでね、戦っていくってなるとね、めちゃくちゃ強いよ、多分。ファイヤーとかが3エネ70とかに殴ってきてるような環境で、3エネで60与えながら30回復したらダメージレースめちゃくちゃ強いからね。このシャワーズも多分かなり強いんじゃないかなと思いますね。まあそれ以外だと、まあミュウツー EX とかもね、多分サーナイト立ったらエネルギー加速しながら使えるから強いのかなとかね。あとは、まあリザードン EX はね、2進化が結構大変そうなんだよな。手札も少ないと思うし、2進化は結構きついと思うけど、多分使うとしたら、バトル場をラッキーとかカビゴンみたいな耐久高いポケモンにして、リザードン EX ゆっくり育てて、リザードン EX で戦うみたいなデッキになると思うんですけど、でもね、そういう戦略はね、結構この沢村がね、刺さったりとか、まあ、するんじゃないかなとか、もうかなりいろいろ考えますが、まあ結局まだね、全然カード発表されてないんで、そんな考察してもしょうがないんですけど、個人的にはピカチュウ、ファイヤー、シャワーズ、この辺はね、強いんじゃないかなと思いました。というわけでね、まだね、何も発表されてないのに、世界で一番ね、考察してしまったような気がするんですけど、いやーでもね、これマジルール当たってると思うんだよな。もうなんならもうこのルールで遊んでみたいぐらい、ちょっとね、自信持っちゃってますけど、まあ妄想するだけはね、ただなんで、皆さんもね、実はこうなんじゃないか、みたいなね、ルールの考察あったらね、ぜひコメントとかで教えてもらえると嬉しいです。年内にね、発表されるみたいなんで、もう本当にね、近いんじゃないかなと思いますけど、今からめちゃくちゃ楽しみです。というわけでですね、見てくださってありがとうございました。今後もね、もしリリースされたら、攻略動画とかね、めちゃくちゃやっていきたいなと思ってますんで、PTCG ポケット。みんなね、遊びたいという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画、バイバイ。